それが14年前。14年前。で、1時から15分ぐらいでよかったの、俺が2時間いてしまった。そうそうそう。ありがたかったです。エンディングまで。エンディングまでいてしまったらしいね。俺もそれ記憶あんまりないねんけど。なんで忘れなんだ。忘れた。ちょっと冷たすぎますよね、それは。お前には本当にあったかい、俺は。どこが。お前の乾燥肌をどれだけ信じるか。知ってるか、お前。俺の乾燥肌をなんで。おいて、ほんま持ってきたぎよ、思て。オーストラリアこないだ行って。俺も乾燥肌や、実は。あ、そうです。お前の乾燥肌をバカにしてるけど、お前ほどひどくないねんけど、相当潤ってるように見えますけどね。保湿クリームをオーストラリアから買ってきて、ほいでそれを。俺の分まで？じゃあね、お前に買ってきたの。俺に買ってきてくれたんですか？このラジオ入ったのは、くんの分かってたから。それで？本当に？ほんだら、俺も乾燥肌やんか。これ大谷あげなあかんなあかんと思う。いやいやいや、ちょっと。ワンプッシュして。なんで？ちょっと待って。なんで使ったんですか？俺も乾燥肌。自分の味を変えばいいじゃないですか。そんなのも保湿クリームなんかいらんと思う。いや、なんでだって。わ、だって。大谷にあげようと思って買ってきたんだよ。あいつ乾燥肌やなぁ。なんで俺が乾燥肌だって知ってるんですか。おい、ちょっと待ってください。大谷、俺誰に聞いた、お前が乾燥肌。知らないです。知らないです。俺、別に言ってないですよ、さんまさんに。田中俺が言ったんですか。お前が番組中に、踊る御殿のスペシャルかないんだけど。あ、そうか、言ったのか。思うんやけども、あ、こいつこう聞いて乾燥肌だ。ああ、それを覚えちゃって。すごいです。だってそう、何年も前に。オンエアにも乗らなかった。乗ったかどうかぐらいですよ。ほんで、ボリボリ書いて、こいつ、なんか、桃とか、血まみれなんですとか言ってんのを聞いて、太田感想は。それ、ずいぶん前。すごいこういうところがやっぱ明石家さんまってのはすごいって。伝説になりますよ、これは。いやいやいや、これはみんな忘れてるから。太田の乾燥肌を覚えていた、覚えてた。だから持ってきてあげようと思ってだから、もうちょっと使ったんでよかったら持ってきてあげようと思った。いや、使い、今日は持ってきて。じゃあ俺使ってしまってるからやな。いや、ちょっと待ってください。全然いい話じゃなくなってます。今日朝から買いに行ってあげようと思ったのよ、そのブランドのメーカーの。メーカーのやつね。な、ほら今日な、お前、フットボールのプレーオフで、アメリカフットボールの、セインツの試合あるわ、ペイトリオッツの試合やから。いやいやいや、まあまあ、それは。俺で、出かけようと思ったら、早稲田とお前、提供がラグビーやっとったからやな。スポーツどんだけ好きなんですか。スポーツ大好き。出かけられなかった。いや、今度会う時に、本当に、ホイスクリーム。いや、でもそのね、ワンプッシュしたやつでもね、別にね。確かに。そうそう。サムネ使った残りでいいやん。手に入れて、置いたやつでもいい。置いたやつでもいいですね。これお前持ってきた、これもすっごい香りが。へぇー。嬉しいですね。まあまあ、そんなことはどうでもいいことなんですけど。